に行きましょう。あ、こういう書き方もあれば、こういう書き方もあります。大文字はこうですね。特に、ね、難しいこと何一つなく、発音もそのままあ。でしましたが、ウクライナの中にも2つありましたね。残しておきなかった。ウクライナありますね。こことここ。私の名前にも2つありますね。サオナ、サオトナ、はい、じゃあ次のイ、順番で言うと真ん中あたりですね。で書き方はどうしましょう。書きやすい、まあこういう書き方もあればこういう書き方もあります。もちろんこれはまあローマ字でいう英語でいう I と同じ字で文字はこう。ここはまずロシア語の、知識も少しでもある方は、あ、これはロシア語にはないな、まあ、ロシア語にも昔はありましたけどね、100年以上前まででしたね。今はなくて、ウクライナ語の場合はずっと残ってて、ずっとこのイのまま、あ、イ。ちょっとだけ発音が違うけど、どういうふうに違うかというと、もっと唇を丸くするんですよね。うん、突き出す感じで。でもまあ、特に難しいものではないので、こうですね。はい。大文字で、大文字で、まあ、念のために活字体も加えました。うん。はい。そうですね。これはいいな。次へ行きますね。これです。これです。これですね。こういうのは出てくると、ああ、ロシア語習わなければよかった。だってこれロシア語だと家なんですよね。ウクライナ語では A。そしてもう一つ最後、まあ最後。日本語では最後ですけど、もう書くまでもなく、大文字も小文字も聞きたいのか、聞きたいも一緒で、O。そして、さっき6個って言いましたから、もう1個足りないですね。何が足りないかというと、これです。次の次の方は見えないですね。日本語にはない音。これの横のカタカナを見ると、なんて発音すればいいかわかりません。なのでそのためにここに私がいますので、うい、うい、うい、はい。でちなみにまたまたまあロシア語と比較してしまいますが、こういった字はありません。こういった字はウクライナ語にはなく、Eの発音はこれです。